どうもヒューマンビートボックスの田崎です。初めましての方は初めまして、お久しぶりの方は久しぶりです。今回はですね、このような動画を撮った経緯は、コロナでヒューマンビートボックスの大会がなかなか開催できないのもあったりですね、ビートボックスシーンを盛り上げたいという気持ちで、僕ができる技術を教えたいなと思ってこのような動画を撮っています。はい、今回ご紹介するのはアウトワードのケースネアの連打をご紹介したいと思います。アウトワードのケースネアの連打って聞いてもちょっとわかんないよって人いると思うんで、過去の映像がありますのでそちらをご覧ください。ということでいかがだったでしょうか。このビートはですね、ビートにメリハリをつけたい時とか、ビートに疾走感を出したい時とか、そういう時とかに使っていますので、そういうビートをやりたい方はぜひおすすめです。このアウトワードのケースネアの連打は結構難しいイメージを持たれている方がいると思うんですけど、実はそんなに難しくなくて、順序だってポイントを掴んで練習していけば簡単な技なので、ぜひマスターしてみてください。それでは講座を始めていきましょう。はい、ということでまずはステップ1ですね。ステップ1はまず「か」の発音をしながら音を出していきます。か、か、か、か。で、この時に触れている喉の部分があるんですけど、そこから音を出していきます。か、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 か。で、だんだん声を抜いていって、か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 、っていう感じになります。それと勘違いされやすいのですが、両脇を使ったケースネアがとあるんですけど、これは違うので気をつけてください。ちょっとわからない人たちのために補足なんですけれども、リムロールのでこのツクツクのクの場所ですね、これをだんだん後ろに持っていくイメージですね。ってなると音がだんだん深くなっていくのがわかると思うので、そこの位置で息を吐くイメージですね。息を吐くって言ったんですけど、ノンワードの状態になりますね。なので吸いもしないですし、肺から息も出さないです。その場でカッ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 っていうイメージを意識していただくと、よりこの音に近づくと思いますので、練習してみてください。今の要点を踏まえた上でカッカッカッ、この音が出せるようになったらまずはステップ1クリアです。はい、それではステップ2ですね。まずは、スクラッチの音があるんですけど、ちょっとやってみます。結構ビートボックスをやっている方だったらこの技はみんなできると思うんですけど、この原理を使ってさっきのアウトワードの K を鳴らしてみます。カッカッハッカッハッ、この時にかすかにハッと発音してください。カッハッカッハッカッハッカッ、このような感じです。これでどうやって連打をするのかっていう疑問が生まれてくると思うんですけど、バスドラムのスクラッチの方でやってみたいと思います。はい、続きましてアウトワードのケースネアの方でやってみたいと思います。このような感じになります。で、注意点なんですけれども、そのままカッを連打してしまうとカカ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 カ、ぎこちないような感じになるんですけど、かすかにここのハッっていう息を入れるだけでカッハッ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 カッ、なおかつパンチラインが強い感じで打てると思いますので、これを意識しながら練習してみてください。はい、ということでステップ1と2ができた人はほぼできたと言っても過言ではないと思うんですけれども、僕からちょっとサンプルビートを出すので、それでぜひ練習してみてください。
い、ということでステップ1と2ができたらですね、さらにこんな技ができます。簡単に説明すると、口の中でこもらせると、はい、このような技とかもできるようになるので、試行錯誤してですね、新たな技を開発してみてはいかがでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はアウトワードの K スネアの連打をご紹介したんですけれども、ちょっとでもできたなぁだとか、僕に見てもらいたいなとかありましたら、インスタグラムのストーリーとかで僕をハッシュタグでつけていただいて投稿してくれたら僕は確認できますので、でアドバイスもできたらしたいなと思いますので、ぜひ投稿お待ちしております。その中でですね、投稿された動画で上手い人とかいれば次回の動画でちょっと貼り付けようかなって考えておりますので、応募お待ちしております。コメント欄もチェックしていますので、僕に聞きたいこと、僕に解説してほしいこととかあればぜひコメントお待ちしております。はい、ということでちょっと不定期ではあるんですが、今後もこのような講座とか投稿していきたいって考えておりますので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。